そこは迷惑をかけないように生きるという考え方をなくしていくためには、迷惑かけないように生きる、これをなくしたいと思うんですね、うん、これをなくしたい、まあ、これから迷惑かけることいっぱいあると思うんですけど、年いって病気になった時酒の流れじゃないですけど、うん、ね、まず迷惑をかけることは、はい、迷惑をかけることは、これはね、悪いことですよね。ね、そうすると吉田さんとしては、いや迷惑かけることは悪いことだから、それをしないように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 っていうふうにこうずっと心がけていく。だけど。ね、迷惑をかけることは悪いことだけど、はい、悪いことをね、してしまうのは仕方がないな、そうですね、だからこそ迷惑をかけた時には迷惑をかけないように生きることよりも、迷惑をかけてしまった時にね、素直に謝るということです、あ、すいませんね、ね、それで迷惑かけたらかけたらいいじゃないですかってことスターに謝って素直に謝るということ、いや、それしかないですね。できることは剣にかけて、世話してもらうわけですからね。うん、ね、そしてね、例えばその迷惑をかけた時にすいませんね、はい、っていうことと同時に、ね、やっぱ心がけることはね、迷惑をかけて、かけてね、やってくれた人に対して、まあ、やっぱりありがとうと言っていくってことです。はい、私は迷惑かけちゃったかもしれないけど、そこを気持ちよくやってくれたらね、それを迷惑だと感じてる人には素直に謝る、うん、気持ちよくやってくれる人にはね、感謝して「ありがとう」っていうふうに言っていく、やっぱりね、その迷惑をかけるっていうことは自分の中では悪いことだけど、はい、別にそれを相手が負担に思っているわけじゃない時もあるわけですよ、はい、ね、やってあげたいなって思ってくれてる人もいるわけですよ、そういう人にはね、やっぱりそれは悪いことではない、迷惑かけてしまったことは悪いことではなくてね、その相手は気持ちよくやってくれてるんだから、やっぱりそれに対してね、感謝の言葉をね言っていくと、ね、つまり、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね、だから自分の中で迷惑をかけるイコール無条件で悪いことってなってるけど、それは自分の中では悪いことかもしれないけど、相手から見たらね、悪くないかもしれないわけです、はい、ね、それは悪い時もある、悪くない時もある、悪い時はね、素直に謝る、ね、悪くない時にありがとうと言っていく、そうやって心がけて、まず、あ、そうなんだ、迷惑かけたらごめんなさいねってちゃんと謝る、謝ったらそれでもうそれでいいんですよ
あそうですか。ね、なんかお世話になったら迷惑じゃないか、ね、でも相手がいやいや僕はやってあげたいんですよって言ったらね、うん、いやいいですいいですじゃなくて、なんて、わー、ありがとうございますって言って頭を下げて、ね、いやどちらも頭を下げるわけですよ、まあ、本当にやってもらえたわけですから、すいませんねって言って頭を下げるか、ありがとうございますねって言って頭を下げるか、その2つですね。はい、素直に謝る、感謝の気持ちを表す、はい、うん、はい、分かっていただけますか。よく分かりました。はい、はい、